スパイここもねやっぱりねこの単語からねやっぱりすべてこう来てるようでスパイというものを何かをこう見に行くっていうねいうようなまあ隠れてこそこそ見に行くっていう人になるんですねはい、えー、本日これからですね語源についてお話をしていきたいと思います、えー、まずはですねこちらアスペクトインスペクトリスペクトイクスペクトプロスペクトサスペクト えー、ここ大学入試でねよくね出てくる単語になりますよね、えー、もちろんまあ皆さんここでお分かりの通り、えー、ここですねまず「スペクト」というねこの単語が共通点になっていきますよねはいで、えー、とこちらなんですけれども、えー、とまずどういう意味合いなのかっていうとですね、えー、全体でこれは「はい、見る」というね、えー、単語になっていきます はい。で、えっと、あとはね、結構まあ出てきたんですけれども、あーから始まる、A から始まるやつですね。何々 A という、まあ方向を表したりするものが多いんですけれども、えー、まずこちら、えー、側面。名詞で入りますね。えー、側面であったり、えー、見た目。えー、そして、はい。えー、っと、まあ、このくらい青を上げていこうかなと思いますが、 えっとですね、その見る系のまあ動詞ということで、まあ外から見えるね、えー、その外観であったりとか、側面、見た目、様子、何かをえ表したりします。えー、そしてですね、続いて、セット時、ン、えー、が入っているので、中を見る、覗き込むっていうことで、これね、調査をするっていう単語。はい、えー、ということで、まあ、調べるという単語であったりだとか、 えー、リスペクトは何度も何度もこうね、えー、見るっていうところで、えー、それくらいこう見てしまうってことでこれ尊敬するという単語ですね。はいえーとそしてですねまあインに対して x まあ発音上ねあのこの x がね s の音になっているんで、えー、s は落ちてしまうんですけれどもつづり上ね。 はい、えっ、ー、と、これ、期待するという単語ですよね。で、これ、あの、要するに、インっていうのは、この、何かこう、範囲がね、こう、入っていると思いますけれども、えー、やっぱり、その、期待をするっていうのはね、やっぱり、この実力が例えばこれくらいだったのに対して、いやでもこれくらいはいけるんじゃないかというね、えー、ことを、まあ、見てしまうっていうところから、えいうところから、え期待をするという単語です。 はい、えー、そしてですね、プロスペクトを前を見るということで、これも予想をするというね、えー、予想とか予測するというね、単語になってきます。えー、そしてですね、サスペクトは、えー、これ、疑うという単語なんですが、まあ、知ってる人は多いかなと思いますが、えさ、ー、っていうのは下。だから、下からこう、覗き込んでしまうということから、えー、疑うという,う、まあ、意合いになっているようです。 はい。では、まずどうでしょうか、えー。こちらに挙げた単語、す、え、べ、ー、て、えー、お答えできるでしょうか。えー、大学入試でもかなり使われる単語しかまあ挙げてないんですけれども。 はい。えっ、ー、と、そうするとですね、えー、まず、species ーーというま単語ですけれども、えー、これまあ、やっぱり、スペクトと、か、スペクトのところで、えっと、関連する単語なんですけれども、えー、こちらですね、まあ、意味合いとしては、まあ、種とかのことを表していきます。まあ、形とかね、どんな種類なのかとか、えー、どんな用紙をしているのかっていうところから来てるようですね。えー、そしてですね、スペシャル。 やっぱり形としてはっきりとこう浮き出てくる、まあ目に見えていくよっていうところから、これ特別なというね、特別なという意味合いであったりします。え、まあ、specially とかっていうのは、やっぱりまあ特別なところからね、こう来ているんで、まあ特にとかっていうところですね。まあ、絵は X からこう来ている。special というのに対して specially でえーこうねえー出てくる単語ですので、 えー、especially っていうのは、まあよく出てくる単語ですね。はい、えー、っと、さあ、そうするとですね、えー、s p e c i m e n えー、これあれですよね。見本というね、ことでね。表に出てるものなんで、えー、まあ見本ですね。見本。まあこの辺ちょっとね、何単語になってくるかなっていう、まあ気はするんですけれども、えー、どうでしょうか。はい、えー、っと、そしてですね、続いて、えー、specific という、まあ単語ですよね。えー、これは、あの、はっきりしたというね、えー、ことで。 まあ、目に見える。まあ、はっきりしたとか、あと、明確なという意味合いですね。で、えっと、こちらも、えっと、やっぱり、まあ、はっきりと見えるというところから、え、意味合いがこう入ってくるんで、そうすると、見る系の、まあ、形容詞から、まあ、来てるということが言えそう。はい。そうすると、えっと、スペクタコー。え、まず単数系で、え、光景とか、なんかね、そういう意味合いですよね。で、これ S がつくと、え、これ、メガネになるんですね。 え、メガネになっていきますよと。はい。ということでね、えー、このスペクトという、まあ、単語、えー、こう、まあね、えー、関連する単語っていうのが出てきてると思います。えー、そしてですね、パースペクティブ。これ形容詞ですよね。えー、これ形容詞なんですけれども、えっ、ー、と、パーっていうのは、一貫して全体のとか、完全にという、まあ、説答詞になっていくんで、えー、パースペクティブっていうのは、え、全体像。えー、全体像のとか、 えー、あとは、えー、客観性があるということですね。客観的なんですね。はい、えー、全体像、客観的な。まあ、全体がこう見えているっていうのは、えー、やっぱ客観性にこうつながっていくのかなと。はい、えー、じゃあそうするとですね、えっ、ー、と、こちら、えー、スペクチキュラえー、これが見物人。まあ、見てる人のことですね。 はい、えー、こちらもやっぱり窃盗時。もう本当にね、あげればあげるほどキリがなくて、えー、どうでしょうか。さあ、こちらですね、続いて。はい、えー、っと、さあ、そうすると、えー、スペクタクラルということで、えー、スペクトというまあ単語がね、こうね、入っていると思いますけれども、えー、これ、壮大なとか豪華なですね。えー、壮大な豪華なというところです。で、まあ、なんかあげると本当にね、えー、いろいろ出てくるんですが、 えー、例えば、スペクレイト、動詞でも、これもね、結構まあ出てくると出てくるんですけれども、憶測、推測をする、というところですね。で、まあ、あの、こんな感じでですね、えー、上げていくと本当にキリがないんですけれども、えー、実はですね、この単語、ね、スパイ。ここもね、やっぱりね、 この単語からねやっぱり全てこう来てるようでスパイというものを何かをこう見に行くっていうねいうような、まあ、隠れてこそこそ見に行くっていう人になるんですねえー、まあそんなところですねえっと今回なんかこんなところで基本単語からこう始まっていきながらですねこちらですねまあよく大学入試では出てくるところただ結構やっぱり似てるものが多かったりとかしますよね えー、でまあ出てくる頻度とかはやっぱりあんまり多くはないですから、まあ、こういったところっていうのを、えー、と関連づけて一緒にですね、えー、覚えていくと、えー、語彙力は一気に上がっていくと思いますアスペクト側面見た目様子インスペクト調べるリスペクト尊敬するエクスペクト期待するプロスペクト予想する予測するサスペクト疑うスピーシーズ種